差し入りアルメニア語訳聖書アルメニア語訳聖書では、キリスト教聖書のアルメニア語への翻訳を扱う。アルメニア語は、インドヨーロッパ語族に属する言語で、アルメニア及び近隣諸国に住むアルメニア人、20世紀前半のオスマン帝国でのアルメニア人虐殺を逃れて、フランス、アメリカ合衆国など国外へ逃れたアルメニア人に使われているが、 このためもあり大きく分けて東方ことと西方ことがある。書き言葉はアルメニア文字を使い、歴史的に古典アルメニア語と現代アルメニア語が区別される。最初のアルメニア語訳聖書は5世紀初頭にアルメニア文字を発明したと言われる生命スロップの追うところが多い。彼がアルメニア文字で最初に書いた文章は旧約聖書、新言一章二節であった。この句。 エル・ジマス・チャット、イニー・ザックス・ラット、イマーノルズ・ベンス・ハンコロイ、ツーノ・ウィズザム・アンド・インストラクション、スーパー・シーブ・ザワーズ・オブ・アンダースタンディング。これは人に知恵と教訓等を知らせ、悟りの言葉を悟らせる。神言一、二、四百十一年にコレーネのモーゼが聖書を、アルメニア語へ翻訳したが、これは、未完成であった。その後、エゲニアツのヨハネとバギンのヨセフは、エデッサに送られ、 彼らはコンスタンチノープルまで出かけて、ギリシャ語の原点を持ち帰った。彼らは、70人に約聖書とオリゲネスのヘクサプラを参照して、434年に翻訳を完成した。これが今日でもアルメニア首と教会などで使われている古典アルメニア語の聖書である。19世紀以降の現代アルメニア語訳については、主に2つの翻訳がある。まず、 リットリチによるアララとかたいわけで、19世紀前半から部分的に翻訳、出版されて、1896年に全聖書がコンスタンチノープルで出版された。次に、コンスタンチノープルアルメニアかたいわけで、19世紀中頃から、ゾーラブ博士が古典アルメニア語訳聖書から新訳聖書を翻訳し、後にアドガーがそれを改定し、 さらに1846年に旧約聖書も別人たちにより翻訳が完了した。これはアメリカ聖書協会が改訂版を出版している。ありがとうございます。